埼玉県一番人気、戸田はいきなり1位になった。おい、本当に火事の中継だぞこれ。さっきのさっきのとこじゃねえかよ。絶対にカメラ止めるな。キャプテン翼じゃん。プリンスだよ、聴衆車は。夏菜なんかも絶対通ってたはずで。夏菜は戸田。久木店さん、おはようございます。おはようございます。本日は埼京線戸田駅に来てます。戸田駅、はい、戸田市は埼玉県一番人気と言ってもいいね。お、今一番埼玉県で狙い目の街ですよ、戸田は。あ、そうなんですか。生産年齢人口っていうのが今埼玉県で一番若い街なの。ここ生産年齢人口ってのはね、16歳から64歳までかなの人口がめちゃくちゃ多い。へー。そうで、平均年齢も 40.2 歳、はい、2017年のデータだけどね、はい、つまり一番こう若い人が多い町であり、はい、でこう待機児童問題の取り組みとかも非常によくてね、まあ、とにかくこのトピックが多い町なので、はいはい、まあ、ちょっと歩きながらまた戸田のことを話しますけども。なるほど、まあ、早速行きますか。じゃあ行きましょう。これどっち口だっけ、これ今西口ですね。西口ね、はい、で西口出ていきなりこのね、ドーンとこう目の前にこの T フロントっていうね、こういうショッピングモール的なものが駅前出てすぐあのいいね。駅前に T フロントがある。だからこの駅出ていきなり、まあ、サイゼがあんのもいいね。あー、駅近にサイゼ、しかも大きいですね。そう、こういうのがこうやっぱあるのは大きいよ。あとはまあちょっとなくなっちゃうかもしれないけど、はい、喫煙所ね。まあでもタバコ吸わない人の方が今増えてますからね。まあでも俺はまだギリ吸うんでね、死ねばいいのよ。俺はポイントしたいんだけどね、はい、俺が今戸田で一番注目してるのは、はい、埼玉県が独自でやってる埼玉県学力学習調査状況調査ってのがあるの、はい、これが戸田はいきなり1位になった。へー。2016年ぐらいから、はいはい、これなんでか、はい、俺は新井紀子先生が絡んでると思ってる。新井紀子先生、これをまだ言及してる人は一人もいないはず、有識者で。2018年にね、はい、AI VS 教科書が読めない子どもたちっていう本が大ベストセラーになったでしょ。ああ、ちょっと存じ上げないです。つまりね、はい、これからの AI 時代において読解力が必要だって言ってるの、新井先生は、はい、AI が苦手とするものなんだ。 AI っていうのは高度な演算処理システムだから、国語だよ、はい、問題文をみんな理解できてないと、はい、新井先生が独自に作ってる RST っていうね、リーディングスキルテストっていうのがある、はい、でこの問題を戸田市と協力してやってるの。おー。でそのことがおそらく戸田市の小6から中3までがみんな受けてるんだけどね、はい、戸田市の全子供たちが、まあ、それが必ずね、起因してるんじゃないかと。なるほど。だから戸田の子たちは非常にこうね、賢い。あー、それ重要だ、これから子供を産もうとする人たちは。そうですね。あのキッズスペースっていうのはまあそういうところなんですかね。いや、それは関係ないな、あんまり。そう、勝手なこと言うな。よし、いつかやったんぞ。まあでも学習状況が1位とかね、はい、いろいろ何々1位って戸田はいっぱいあるんだけど、はい、こうやって街歩いてると何もねえな。あそこ良くない？何ですか？オールバー。おしゃれなバーですね。すごいよ。こういう閑静なところにひっそりとあるのがまたね、あれはいいね、オツですよね、ウォールバー。まあでもね、あの駅前にあんだけこう買い物できるところがあって、駐車場もあったりとかして、それでいてこれだけね、静かな街っていうのが住みやすいんじゃないですか。あ、まあそれは言えるね、確かにね、はい、あ、でもね、それで思い出したけど、はい、ええ、出生率も1位なんだよ。あ、そうなんですか。だから本当にここに戸田に来て、はい、子供を産みたがる人が多いってことだよ。へー。なんかでもね、こう港南があったりとか、ハードオフがあったりとか、うん、ね、そんなに駅から離れてないところでいいじゃないですか。これはドイトもありますよ。ドイトもあるね。 DIY し放題ですよ。そうだね、はい、子供作って家具作って何でも作れる街。いいね、やっぱね。なんかこうドイトとかね、ハードオフ、うん、ブックオフあるとワクワクしますよね。ワクワクが止まらないよ。だやっぱほんと住むことに特化した街かもね。そうですね。だって実際自分が住む街の駅前が渋谷スクランブル交差点みたいになってたら嫌でしょ。嫌ですね。想像しくてたまんない、あんなの。
程よく栄えてるぐらいがちょうどいいからね。まあ、それでいてね、池袋とか新宿までも 2,30 分で行けるわけですか。これでも意外と難儀な街だな、これ。ちょ、長瀬見つけろ、なんか。いやでもあれですね、本当にこう綺麗な建物というかマンションが多くて、あんなにだって緑がね、ちゃんと管理されてる。これ植木屋さんがちゃんと手入れしてるの。そうでしょうね、ぐらいかな。で、話はいっぱいあんのよ、うん。例えば戸田の戸田橋花火大会っていうのは、うん、埼玉の花火大会ベスト3本の指に入るね。おー、うん、だからその打ち上げの本数であるとか、うん、人出とかね、うん、40万人前後来るから、うん、でその戸田橋花火大会があるときはあの埼京線のダイヤが変わるんだから、それぐらいすごい。あ、これはもう認定だよ。駅地下でこんなとこなかなかなかったね。大宮の駅構内の上にあるけど、はい、キャプテン翼スタジアム。キャプテン翼じゃん。本物じゃん。本当ですね。キャプテン翼スタジアムがある。あれがいいのよ。戸田は確かね、ちょっと大きめのね、有名なあのお風呂屋さんが2つ確かあったと思うんだけど、そのうちの1個があれだね。これ何がいいかってね、この外観が素晴らしいね。なんか本当に温泉地に来たかのような、温泉地来た感じするね、あれは。これは認定でしょ。しかも天然の、天然戸田温泉最下の湯がおる。まだね、みんないまいち気づいてないね、魅力に。魅力に、まあ、県内の人はみんな知ってる戸田の良さは。まだあれなんですかね、黒髪で眼鏡かけたお酒の状態なんでしょうね。あ、例えが相変わらず古いな。これがもう眼鏡外して髪ほどいたらみんな気づいちゃいますよ。そういうことなんだよな、その今一歩手前なんだ。そうですね。でもあの学校の他のクラスのやつとかは分かってないわけよ。やっぱまだ自分に自信がないんですよね。自分にもね、うん、そうなんだ。ビンビン豚有名なんだね、うん。なんかでもこの景観いいですよね。結構いいね、ここ。ここの景観素晴らしい。こっちもいいですよ。これをね、またあの銭湯の帰りなんかに通ったりとかしてね。いいね、あーいいね。うわー、いい、すごいよ人が。またこのごま油のね、天ぷらの匂いがいいですね。いいね、いいお店なんだろうな、うん、絶対美味しいわ。畑で綺麗だね。なんかいい香りするね。本当ですね、なんか香草の匂いというか、香草の香りがするね。レモングラスの香りがするよ。なんかレモングラスがミントっぽい葉っぱ出てますね、うん。あれ、なんか公園、お、あ、ここでオープンファームだよ。あ、ここでこう子供たちとかと一緒にみんなでこの決まった日時に来て、はいはい、こう野菜作りが楽しめる。これはもう認定だね。野菜作りが楽しめる。いいね、なるほど。だから街中菜園と。ああ、ね、されてますね。会員制なんとか園な。うん、まあ、逆にそういう方がね、変な人入ってこない。変な人入ってこないし。だから隣にこの幼稚園かな、これ。はい、保育園みたいなものもあると。だ、そういうところで冒頭の話につながってくるんでしょうね、子育てっていうところの。そういうことだよ、で、またこの保育園もおしゃれてんな、なんか綺麗ですね。できたばっかかね、これ、これは認定だよ、これ。これはもうね、保育園もしゃれてるし、隣にあのオープンファームあったしね。とにかく子育てがしゃれてる。あ、でもここにも保育園あるんですね。あるね。結構線路沿いに多いですね。多いね。ここもここでなんか情緒ある感じでいいね。うん、あ、でも本当保育園多いな。保育園多いね。だからその待機児童問題の取り組みの成果もすごい上げてんな、戸田は。じゃあ本当、まあ若い世代の夫婦なんかにはもってこいの場所ですよね。そう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 。ヤオコありますよ。ヤオコ来たね。
いいね、ヤオコ10時までやってると。もうちょっとやっててほしいけどね。期待持てそうですよ、あんな下テナントいっぱい募集してて。下はあれ期待が持てるね、はい、いいフロントだっけ、はい、ここはいいね、牛角田中日高屋と。これ最高だな、これ。これ養鶏も入って、うん、野島ゾフ入ってみるか。階段で行っちゃおう。いや本当に綺麗なの。でも随分いいツタヤですよね。今どんどんツタヤ減ってますからね、店舗。でダイソーあるね。ああいいですね。これはやっぱいいよね、うん、でカフェが隣接してると。ピアノがあるからね、まあ、これは認定だな。ティーフロント中も中もおしゃれ。3階は3階ですごいね。歯科、皮膚科、消化内科外科があるのすごい。で眼科薬局がある。戸田駅の東口でございます。東来たね。もう見つけちゃったよ、はい、東いきなりあったね。何でしょう。まずね、はい、東口出ると、はい、こういきなりこうペルシャ料理みたいなペルシャレストランが出てくる、はい、で隣ケバブだよ、はい、で韓国、はい、でカメラちょっとこっち行くと函館、はい、まさに飲食店のオリンピックよ。その間にスープカリーもあるですね。だから昼からランチも食べれる感じだね。いいよ、ここ函館だよ。あすごいいい匂いしますね。ここいいね、これ最高だな。これ意外とこっちは飲み屋さんが多い。大きい幼稚園もあって、やっぱ多い。本当にちょっと駅前うろついただけで本当幼稚園とか保育所が多いですね。めちゃくちゃ多いのは分かるね、うん、これこっちはあれですね、どっちかというと単身者向けが多いんですかね。あ確かにね。お、なんだあれ。でもピアノ屋さんなんでしょこれ多分。ピアノ運送屋さん。へー、それもプロの専門業者じゃないとやっぱ運べないでしょ。あしかもヤマハなんですね。そうで、あれ社宅かな、家だよねあれ。そうですね、ま、アパートっていうか、はい、その上にシンボルあるからね。ピアノどころかなんか黄色いおっさんが弾いてるからねこれやばいでしょ。戸田市シンボルゴール。あんなバイク屋そうないんじゃない。ああいうね、倉庫にハーレーが並んでね。ああ消防車が、消防車が来てるから、うん、あ、止まったって、そこ火事なの。おい、本当に火事の中継だぞこれしかもヤマハピアノ。さっきのとこじゃねえかよおいおい、カメラ回してていいのか分かんないけど一応撮っておくか。絶対にカメラ止めるなちょっと、さっきのシンボルのところ人が入ってくよ。今見た感じだと、その煙みたいなものも匂いもしないし、見る感じ煙も出ていないので、まあ大きな事故ではおそらくないようです。無事によかったですね。無事を確認したので、じゃあよかったです、行きましょう。あこれ自転車レンタルだね。あ最近多いですね、これも。これいいよね。いやでもいいよ、抜けてて綺麗ですね。うん、なんか治安が良さそう。うん、なんかこうキツキツしてないね。うん、広々として、これは本当子育てに。いや、あれ教習車だね。戸田自動車学校って書いてあるよ。今あんなんなんだね。ねこれプリウスだよ。プリウスですね。プリウスだよ、教習車が。でも全面広告つけてるからね。すごいですね。レーシングカーぐらいつけてますね。これね。さっきの埼玉戸田自動車学校で、あここにあったんですね。だ夏菜なんかも絶対通ってたはずで。夏菜は戸田出身で、戸田市の親善大使かなんかやってるから。あそうなんですね。そう、もうみんなすごい、もうプリウスばっかりよ。プリウスじゃないのもあるか。夏菜も通ってたかもしれない自動車学校がある。お、やってるよ。おぉ、この王様よっぽど立派なんでしょうね。ほら、いかがしいな、これ。あ、ドロンコでしたね。ドロンコの王様だったな、これは認定だよ、これはいいよ。この球場
照明もついてるんでナイターもできるわけですよね。夜もできるということだね。このやっぱランニングコースにもなってるわけだね。これ認定です。富士見公園野球場ゴール。はい、斉藤さんお疲れ様です。いやー、良かったんじゃない。なんだかんだ途中ハプニングもあったけど。そうですね、うん、でも冒頭に俺もダラダラ喋ったけど、本当にその子どものね、待機児童の問題であるとか、この保育所の多さとかね、綺麗なマンションの多さとか、本当にこうさすが戸田、やっぱ人気なだけあるなと思いましたね。なので、入れろ戸田駅。上を引きずり下ろす。ヤクザの考え方ですね。本当に横浜は住みたい街なの？住みたくないポイントを探してやろう。上位をも引きずり落として埼玉を上げて、横浜イコール、わしやっぱふんわりしたイメージで上位になってる。検証してやろうじゃない。何が横浜エビスだ。ガモーだよ、これから。もう涙が出るよ。ガモーだよ。